こんにちは、いかがお過ごしですか？本来この子は、よく笑う、明るくあどけない女の子だったはずなのに、いつの頃からか笑わなくなってしまった。グループのイメージは、本来プロデューサーなりディレクターなり周りの大人たちが、作っていかなければいけないのに、この子一人に押し付けてしまった。それが卒業ではなく脱退のそもそもの原因だと私は、思っています。彼女がいなくなった後、大人に反抗する、拗ねた彼女の作り上げた世界観は、大人には、作っては行けず、グループ名を変えざるを得なかったのでしょう。歌手に例えれば、悲しい歌もあれば嬉しい歌もあります。歌手ならば、みんな歌い上げて行かなければなりません。拗ねたニヒルなイメージは、時としてかっこよく見えるかもしれません。でも、やはり、若い可愛い女の子ですから、よく笑う明るいイメージも大切なような気がします。それが、本来の姿ならなおさらです。グループを離れ、このような番組始め、他の多くの番組に出ることでそのイメージを取り戻せたなら、これから芸能界で、大きな花を咲かす可能性がさらに広がるのではないでしょうか。平手友梨奈、イッテ Q にサプライズ初参戦。内村照吉、あぜん&腰抜かす。嘘でしょ？本物だよね。女優の平手友梨奈が、1月3日に放送する日本テレビ系、世界の果てまでイッテ Q、新春スペシャル、に出演。番組 MC の内村照吉と、筑前博多コマに挑戦する。番組では、新春、隠し芸習得ツアーとして、内村が日本各地の伝統芸やユニークなパフォーマンスに挑戦する。その中の一つとして、平手と共に、駒を手のひらや棒の上など、あらゆる場所で回す曲芸、福岡県の無形文化財に指定される、筑前博多駒にチャレンジする。内村と平手は、2019年の紅白歌合戦で共演して以来、約、1年ぶりの再会。平手がサプライズ登場をすると、内村は、違う。嘘でしょ？本物だよね？ちょっと立てません。と、腰を抜かした。その後のインタビューでは、信じられないというか、すごく嬉しかったです。妹が安室さんに会った時ってこういう感じだったのかなって、と、思いを取ろ。一方の平手は、内村との共演に、まさか自分がやる側だと思わなかったので、サポート側の方だと思ってたので、ライブ並みにすごく緊張しています。と、語っていた。番組では、その他、内村が、江戸時代から木材集積場として栄えた愛知県名古屋港で多くのイカダシが、木材の上で作業する中で生まれた、イカダシ一本乗りに宮川大輔と、共に挑戦。また、バランスボールに乗ってぴょんぴょん跳ねながら大縄を飛ぶ、今話題のユニークなパフォーマンス。バランスボール大縄跳びにロッチ中岡と挑む。さらに、イッテ Q新春スペシャルでは、イッテ Q カレンダープロジェクト in 富山県、女芸人一芸合宿 in 栃木県を放送する。